こんにちは、暁です。今日はね、なんや、霊心の野原さんが離党したって、別にどうでもいいんですけれどもね、それについてね、まあ思うこととか、まあ、発端はね、大西恒吉の命の選別発言があり、まあどう弁明しようが、やっぱりその根っこにね、優生思想的なものを持ってはったんは間違いない。もう高齢者の方から先に言ってもらうべきやと、はっきり言っちゃってるわけやからね。その人を、まあ、除籍反対って、どやねんっていうようなお話で。それで、そもそも何や、ホタテテレビとかいうのが、なんか怪しい人がやってるテレビで、ちらっと見たことあるんだけどね。まあ、その大西恒吉を支援してるボランティアさんたちの立場で、まあ、山本太郎さんを批判してるわけよね。ほんで、そのやっぱりその野原さんに、その除籍には反対というみんなの気持ちをね、総会に伝えてほしい。まあ、おね、なんかそういうふうに追い立ててるのは見たことはある。だから野原さん自身はね、そんなに発信してなかった。ふんふん言うて聞く感じでね、まあいいとも悪いとも言ってなかったんよ。まあ、お尻叩かれて、そうかなと思って除籍に反対したんやろね。でも、そもそも野原さんって、創価学会を村八分になった人で、まあ、創価学会っていうだけでええと思うし、そこを村八分になって、それで政治活動、もう、私憤やん、支援やん。要するに自分の恨みで政治活動を始めたわけでしょ。もうそれだけ、ああ ってなんねんけども、まあ、どうでもいいんやけども、まあそれで除籍投票しちゃったものの、山本太郎さんらのご意見聞いて引っ込みつかなくなってね、まあ離党しはったんやろうなと思う。ね、まあ離党でいいや。まあ別に私、霊心の支持者じゃないしね。でも山本太郎さんのことは買ってるわけよ。まあ、障害者議員2人ね、誕生させていいこと言い張るしね、やっぱりその生きているだけでいいんだっていう思想ね、まあ、理想を語ってくれるとこだけでもね、素晴らしいと思ってる。だから山本太郎さんの、独裁政党でいいじゃない、今はね。今小さい政党やんか。まあ、山本太郎さんだけの人気でね、持ってるようなもんやな。そんなもん最初から分かってることやんか。そこに山本太郎さんの人気に便乗して、こう、なんていうの？立候補したわけじゃないですか。何を今更何言うてんねんっていう話ですよね。ただ、れいわ新選組がもっと有能な候補者がどんどんやってきて、まあ、何人か通って、まあ、政党としての体裁を保つようにぐらいの大きさになったらね、その時はね、やっぱり規約っていうのは、まあ、山本太郎さん独裁じゃなしに代表選もできるような政党としての体裁はね、整えていかなあかんとは思うよ。でも別に私まだ霊視の、し、あの支持者じゃないしね、別にどうでもええねんけど、今は山本太郎さんの独裁政党でいいやん、当たり前やん。ね。ほんで、なぜ山本太郎さんがいいかというと、やっぱりそういう、命の選別について敏感に反応しはったところは、そこは拍手ね。ほんで、やっぱり大西恒吉みたいな発想とかね、植松思想とかね、まあ、今回の、ALS の嘱託殺人の医者2人みたいなね、思想を若干わかるとか支持するとかいう人が少なからずおるっていうことがね、これが大問題。こういうのは、そういう考え方を違ってたかなと思えるようなね、発信をしていく人を求めてる、まあ、山本太郎さんであれ誰であれね。やっぱりなぜその命が大切なのかというようなことね。ほんでね、ALS のその人の話やねんけども、そう、ALS の人はまあだんだんこう筋肉が自分で動かせなくなっていってね、最終的にはその
呼吸器がないと死んでしまうわけよ。だから船子さんとかの呼吸器ね、つけてはるわけよね。その呼吸器についても私は全然知らなかったんだけども、なんとね、ALS 患者さんの中で呼吸器をつけてらっしゃる方は東京都で3割、大阪で 1.7%、 地方行くともっと少ないやろね。これはどういうことかというと、東京を例に出すと3割の人しか人工呼吸器をつけていない。ということは、あとの7割はね、亡くなられてんのよ。だから、どういういきさつでつけられなかったのかはわからないけれども、そういうふうな、人工呼吸器をどう手続きでつけるかという情報を知らなかったのか、それとも患者さんが自分の意思でね、つけないことを選んだのか、そもそも金銭的、経済的な理由でつけれなかったのか、その辺全然まだ知らないので、調べてないからね。わかんないけども、7割の方は亡くなられているわけ。これからわかることは、人工呼吸器をつけてらっしゃる方っていうのは、生きたいということで人工呼吸器を選択されてる人たちなわけよね。その生きたいという選択をされてた人たちを前にしてね、何をかわいそうやとか、その医療費の無駄遣いやとか、とんでもないことを言うようなね、バカたりとかね、とんでもないことでしょ。生きたいのよ。ね、その生きる選択をされてる方なの、人工呼吸器をつけられてる方っていうのはね、もちろん寝たきりで意識なくなって、何も分からん状態でつけてるっていう人は、いらっしゃるわね。それとはちゃうわけね。これはもっとね、そういう実態をね、明らかにしないと。これはひどいことよ。だから、そういうね、大西常喜の罪ってね、そういう生きる選択をして人工呼吸器をつけてらっしゃる船子さんとかね、木村さんとか、それと当事者の方が泣いて訴えたという場面でも、その自分の発言をね、撤回して、自分は正しかったというように、とうとうとね、持論を述べたわけ。もうそれだけでも許せないと思う。もう山本太郎さんがもう号泣したって、なんていう、ちっとも自分の理念が伝わってないね、浅はかな人が令和新選組のメンバーでやったと。そらなくて、ねえ。これは許せんと思うよ、当事者の人にしてもね。だから、そういうことをどんどんね、やっぱり世間に知らしめていかないといけない。そこで、私のコミュニティ、チャンネルのね、コミュニティ欄に、共有投稿でね、投稿させてもらったのがね、ワンちゃんの動画で恐縮やねんけどもね、16歳の高齢犬で、寝たきりの高齢犬なのよね。で、しかも噛み癖があるね、高齢犬なのよね。その高齢犬で、それ寝たきりで足腰立てへん高齢犬が、獣医さんのとこにね、こんな寝たきりの状態で噛み癖もあるし、安楽死お願いします言うて連れてこられたんだって。で、獣医さんは、そういうことなら、安楽死を考えて引き取ったわけやけども、どうも殺せないとね、その獣医さんもね、優しい人やってね。それで、その動物虐待 G メンって、なんかそういう虐待からすすくってくれはる NPO みたいなところに連絡したらしいのね。それが上げてる動画やね。もうそれ見てね、感動したのよ。足腰立たないね、老齢犬なわけよ。で、どういう生い立ちのワンちゃんかというとね、なんと鎖につながれっぱなしので育ったね、ワンちゃんなわけ。ほいで、噛み癖があるわけよね。ほいで、もう目やにだらけなわけ。ほいで、足腰立たられへんねんね。完全に老衰になってるわけよ。ほんで、その人は目やにを取ってあげてね、で、目やに取るときにね、もうガブガブ噛まれたよ、いう感じでね、動画見てください。ほんで、目やに取ってあげて、餌あげたら、なんか何日目かにね、前足で立つんだって。立ち上がった。で、しまいに、毎日ご飯あげてね、ケアしてたら、
後ろ足も立ったと。で、しまいによちよち歩いてんのよ。で、散歩できるようになってんの。回復してんのよ。それ見て感動したし。だから関わり方によってね、回復するのよね。私が毎日行ってるね、デイケアでもそう。皆さん、病院とかね、障害とか老衰とかでね、やっぱり、寝たきりに近い状態からね、回復してきて、デイケア通ってはる人がたくさんいらっしゃるわけよね。皆さん、こう、元気にさせて歩いてたりするわけよ。そういうのを持ってたらね、もっとその、なんか、終末期医療のノウハウとかね、より良いあり方ってまだまだあると思うのよね。だから、悲惨っていうのはね、例えば情報弱者っていうのかな、家庭内でその大変な認知症、ひどい介護人のじゃない、介護当事者がいて抱えてるね、ご家族とか、それは大変よね。もう死んでほしいような憎まれ口を叩く老人とかね、それは女を知ってるよ。でもね、それはやっぱり家庭内の機能不全があったわけよね。でも関わり方によったらね、どんな人でもその回復してようなっていくのよね。それを見ていると、やっぱり何人であってもね、その個人の寿命が尽きるまでね、その人が生きたいんであればね、生かしてあげ、生きていくことが可能な社会でね、あってほしいと思うわけよ。だからそれ、ALS の人工呼吸のことに話戻せば、そのどなたでもね、その人工呼吸が即ね利用できるような体制っていうのをね、整えるのがほんまちゃうの。だからその悲惨な状況って言ってたら、その悲惨な状況をいかにこう楽に、その週末をこう安穏に平和に暮らせるかっていう方にノウハウを使うべきじゃないの。それをね、なんか短絡的に、大変や、かわいそうやから殺してしまえ、そういう発想は人間としてね、恥ずかしいと思うのよね。で、現実問題、なんか医療費、介護費に、税金が使われていってるって、そもそも経済論が間違うてる。MMT 反対論者であるけれども、例えば通貨発行権のある国っていうのはね、絶対に潰れないのよね。で、今でも政府は借金だらけって言うけれども、国債という、国民からの借金、外資にも売ってるけどね、借金によって、国を回してるから、国の借金がすごいことになってるわけやけども、通貨発行権っていう、その、お金すれるわけよ。ね。だから国債でなんぼ借金作ろうがね、お金吸って埋めたらええわけ。それもずっと永遠に続くかっていうと、もちろんお金の値打ちがだんだん落ちてきてね、ハイパーインフレになったりとかいうリスクはあんねんけどね。今、国民全員に10万円配ろうが、給付金個人事業者に配ろうがね、そのぐらいまだまだ大丈夫。で、そもそもね、その医療費、介護費、若者の時間が奪われているという発想、それがそもそもおかしい。だからね、これからはね、福祉職、介護職を花形職業にしていくべきなのね。それなんぼでもできるわけ。私、昔、ちょっとコピーライターもやってたし、だから、文章ね、うまいこと考えたらね、なんぼでもそういう、イメージ戦略できるわけよ。例えば、ドラマでね、そういうふうに持っていくとかね、医療ドラマでね、ほんなら医療ドラマに憧れて、そういう職業に入っていく人多くなるじゃないですか。で、そもそも今就職なんやしね、高卒なんか永久就職のなんや、終身雇用なんか絶対もう無理な時代になってきたしね、非正規雇用が増えてる世の中やけども、そこでやっぱり福祉職を花形に持ってきて、福祉職こそ就職難の受け口としてどんどん開拓していったらね、すごく世の中良くなると思うのよね。それにはまず、その何て言うの、その老人介護とか尊厳死とかの悲惨な考え方をね、ちょっとこう
パラダイムシフトじゃないけど、なんかその発想の転換をね、してもらえるようなね、ドラマとか、その文化人の発言とか、まあ、ポエマーやとか言われても何でもいいよ。何しかね、その、あ、こういう生き方もあるんやとかね、そういうポジティブな発言をね、どんどん取り上げていくべきやと思うのよね。ほな、まあ、福祉職、介護職を、まあ、一部公務員化してもいいと思うのよ。で、公務員化したら、なんだよ、終身雇用やしね。ほんで、縛りはあるしね。だから公務員がいい仕事するかというとね、やっぱりその公務員にあぐらかいて、いまいちな面もあんねんけどね、それよりもやっぱり、社会起業家的な、民間企業の方が仕事はできると思う。ほんで、政府としてはそういう福祉職、介護職を花形に持っていくようなね、方針。そこに税金入って、いろんな、プランを立ててね、いろんなアイデアを突っ込んでいったらいいと思うんだよね。ほんで、やっぱり価値観をね、変えてもらうような社会のね、そういう、なんか、高齢者、障害者は殺してしまい的なことを平気で言うような人が増えてくるような世の中を変えていくような、なんていうかな、教育から、その行政のあり方からね、もう一度考え直してほしいと思う。もしも令和がね、それができたらね、すごい見直す支持者になるかもわからん。でも今近いところにいるのはどこか、まあ自民党でもね、目立ってへんけど、そういうこともやってきてはったわけよね。決してそういうなんか安楽死とか尊厳死とかにはね、行ってない。まあ、維新の党で昔そのね、人工透析は自費でとかね、出なかったら殺せとかね、言うたとんでもなアナウンサーおったやんかね。だからそういう発想が生まれないような哲学なり幸福論なり、その行政上のシステムなりね、そういう不安とか心配事が生まれないようなシステム作りというふうにね、力を入れていくべきやと思うんだよね。ほんで、大久保容疑者の奥さん。方ね、だからすごいなと思ってんのよ。だから今ちょっとなんかおかしなことも言いはんねんけどね。なんか、もう毎日ブログ見てんねんけどね。大久保美穂さんの。ちょっと不安になってたりして。なんか最後には、なんか結果、なんかご主人を祭り出したしね。まあ、子供さんも出てくるの待つと。まあ、医師免許剥奪やけども、重度訪問介護のヘルパーとしてやっていけるやろとかね。ほんですごいのは、なんか精神障害者のグループホームにその診療所をあとはね利用していって、だからすごいもう才覚あるわけよ。ほんで、なんでこの人こんなポジティブなんか思ったらね、プロフィール見たらね、卒論にルソーの幸福論あげて、ああなるほどなあ思って、私も今幸福論結構ね、調べたりしてる方でね、ちょっと私の発想にも近いもん持ってはる方なので、向こうの人の方がすごいけどね。で、行けないところっていうか、なんか正しいご主人を待ってるけども、彼氏は作るとね、公言されちゃってるわけよ。それってブログで言うたら募集してんのと一緒やんかね。ほんで、そういう選挙7回持ちて借金付きで子供連れの、こんな44歳の女でもう再婚してくれはる人がいてるとしたら、喜んで義和とは離婚すると言い切っちゃってるわけ。もうちょっと笑うぐらいね、まあしっかりしてんなと思うんやけどね。まあ顰蹙も買うやろうなと思うんやけどね。まあすごいわ、人。だからそれ、その、精神福祉士としても、そういう難病支援としてもね、すごいノウハウを持ってはる人なんよね。だから、美穂さんね、だからもっと、まあ、旦那さんのことは置いといて、そういう世の中のね、その難病患者さんの幸福論とか、そういう支援の仕方とか、どうすれば皆さん終末期も幸せに過ごしてもらえるかとかね、そういうふうな発信の方向にね、行った方がいいんじゃないかと思うんだけどね。別に私何も美穂さんのところにコメントしたこともないしね、
まあ、私の動画なんか見てはれへんやろと思うねんけども、まあ、そういうことを思った今日この頃でした。ということで、よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。では。